こんにちは。英語版ナルト62巻の中の英語を紹介します。19ページに書いてあるんですけれど、ここですね、大の木が、言ってるセリフ、ここにチャクラという言葉があります。まあ日本語でもチャクラって言うんですけれど、英語ではチャクラと言ったり、シャクラ、人によってはシャクラっていうふうに発音しますね。聞いた時、あれシャクラってなんだろうとちょっと疑問に思ったことがあります。でもチャクラのことなんですね。ここです。19ページです。